お店はね、昭和33年にできたんです。それでね、うちを作ったのは志賀直哉の弟で志賀直蔵さんという方なんですね。この方は大正時代にロンドンに6年間留学したんです。で、主に建築内装の勉強をなさってて、でその方が私の父親の美術の先生だったんですね。これでもって、先生店ありますと、じゃあ僕が設計してると、どういう店作ってほしいって、志賀先生がロンドンのそんなのお店を作ってくださいって言ったらこうなっちゃったわけですよ。向島の料亭街って芸者さんの街です。で、うちができた時はね、昭和33年で料亭150軒あったんですよ。だからその料亭のお客さんがね、そういう時間調整とか待ち合わせとか、あるいはね、その料亭さん上がったとしてもいっぱいだったりするわけじゃないですか。そうすると、じゃあ俺角にいるからって思ってうちで待ってるわけですよ。そうすると電話かかってきて、例えばお客さんの中で鈴木さんいらっしゃいますか、空きましたからどうぞというご案内をするのが私たちのお店の役目だったんですね。